北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。今回もお聞きいただきありがとうございます。こんにちは、佐藤美久です。皆さんお元気ですか？はい、この北野しおりのリアルドライは人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと私女優でタレントの佐藤美久の2人が、コスプレやサブカルなどについてリアルにそしてドライにお話ししていく番組です。それではまず私たちの自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、皆さん改めまして北野しおりです。千葉県出身で現在服飾の勉強をしながらセリナという名前でゲームキャラなどのコスプレをさせていただいております。私のレイヤーとしての活動の記録はツイッター等に上げておりますので、よかったらお聞きの皆さんshiorin523で検索していただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。皆さん、佐藤美久です。普段は女優としていろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組出演中です。そしてネット放送で、ピンクのウィッグに青の丸メガネ、カタカナ佐藤美久に扮してゲーム配信番組も毎月第1第3金曜日夜11時から担当させていただいております。私の情報は公式ブログやツイッターなどチェックしてみてください。こんな2人がこの番組を進めてまいりますので、どうか皆さんよろしくお願いします。それではまず1つ目のコーナーは乙女ロードナウのコーナーよ。イエイ、ありがとうございます。はい、はい、このコーナーは私、はい、佐藤美久がサブカルチャー、特に不女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド、動向などについて潜入し、その様子や変遷について私の独断と偏見でリポートをしていくというコーナーです。まあ、ちなみに、乙女ロードとは東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯にあるアニメなどサブカルグッズなどを販売しているお店が立ち並んでいる通りを総称して乙女ロードというようです。まあ、そんな乙女ロードの今月の、動向をねお話しさせていただこうと思います。まず、私が訪れた日が、まあ、ゴールデンウィーク初日ということもありまして、はい、とにかく人が多かったです。そりゃそうですよ。そりゃそうで、特にね、あの二次元アイドルグッズ、はい、うん、の、店舗がかなりね、にぎわっておりました。へー、なんだろう、多分ね、板バッグとか作りたいのかなっていう、缶バッジとかのお店だったんですけど、はい、暖かくなってきたしね、はい、関係ないけど特に、各店舗とも、はい、あのゴールデンウィークに向けてのせいか、あのグッズ全体がやっぱ品数が増えていたり、はい、まあ、安売りなんかもしていました。へー、はい、でまた同人誌や BL 商品を扱う、店舗では漫画はもちろんなんですけど、こちらもいろんな、ね、グッズなどが増えてまして、うん、あのすいません、私もリサーチを忘れておりますね、はい、あの純情ロマンチカ の、はい、あの DVD 第6巻の限定、はい、定番特典についてくる、はい、あの靴下を買ってしまいました。はい、ああ、靴下ね。あのアヒル の、 あの5本指ソックスなんですけど。ああ、全然わかんない。全然わかんないな。めちゃくちゃ可愛いです。あのちょっと検索してみてください。はい、出てきます。みくちゃんが好きな BL 作品ですよね。そうなんですよ。純情ロマンチカという BL の。ゴールデンウィーク、うん、でも、その心を忘れないっていう。ありがとう。ありがとう。すいません、あのすいません、あのちゃんとリポートはね、感じていただきますから、はい、そして以前にねこのコーナーでお伝えさせていただいた、はい、歴史関連などのアニメグッズの店舗では、あの刀剣乱舞のグッズがかなり増えていて、はい、特に目を引いたのは、はい、あの公式オリジナル模造刀。へえ、それコスプレするのにもめっちゃいい。そうなんですよ。でそもそも、まあ、まず刀剣乱舞っていうのは、はい、あの簡単に説明しますと、日本刀の名刀を男性に擬人化した、はい、刀剣男子を、はい、収集して強化し、はいはい、日本の歴史上の合戦場に、はい、出てくる敵を倒していくという、はい、刀剣育成シミュレーションゲームのことです。ちょっとやったことあります。あ、本当ですか。うん、チュートリアル終わってあのちょっと進んだあたりぐらい、歌手清光とか集めてた。あ、なるほどで実はこのグッズ自体結構かなり前から発売されていたようですが、はい、あ、うんうん、まあ、私自身は実物見るのが初めてで、はい、正直なかなかかっこいいなと思ってしまいましたなんか修学旅行で木刀買う感じですね。あ、そうですね。
そうで、あの持ったりとかもできるので、ぜひ店員さんにね声かけていただければなと思います。で、お休みのねケースもありますので、皆さん訪れる際は、必ずホームページのチェックなどをねしていただければなと思います。以上、乙女ロードナウのコーナーでした。ロードトゥブルガリアのコーナーよっ、イエイ。はい、改めまして、現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて、続いてのコーナー、ロード2ブルガリア。このコーナーはですね、未だ行けるかどうかもわからないまま、とりあえず形からということで、ブルガリアについてご紹介していきながら少しずつ、進めてまいりました。そして今回、今年の2月の番組内で、公式サポーターにご就任いただきました、在日ブルガリア人ディモフツベタンネンコクさんに、再びお越しいただきました。よろしくお願いします。あ、どうも皆さんこんにちは、ありがとうございます。はい、招待お久しぶりです。お名前の呼び方なんですけど、前回同様にツベタンさんって呼ばせていただいても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、お願いします。それでは改めてツベタンさんにですね、に、ついて簡単にご紹介させていただきます。ディモフ・ツベタンネンコフさんはブルガリアのソフィアのお生まれで、小学校6年生の時にお父様のお仕事の関係で新潟県に引っ越され、中学、高校、大学、もう途中までは新潟の学校で、その後イギリス一の難関大学アストン大学に進まれ、コンピューターや国際政治の勉強をされました。卒業後はブルガリアに戻られ、日系企業に勤務の後、昨年秋まで在ブルガリア日本大使館で勤務されてらっしゃいました。その後単身、再来日され、現在は観光ドライバーを目指して奮闘中です。タクシー会社への就職おめでとうございます。あ、ありがとうございます。はい、聞きました。ありがとうございます。まあ、タクシードライバーされてらっしゃるんですか？あ、まだです。地理の試験勉強などやってまして、かなり思ったよりも非常に難しいです。国が違うから難しいですよね。はい、頑張ってください。はい、頑張ってます。はい、それではあの前回 の、 あのラジオ出演、あのブルガリアではどういう反応がありましたか？あ、皆さん本当に喜んで、はい、たくさんメッセージいただきまして、 あ、 そうなんですね、ありがとうございます。本当にみんなサポート、あのたくさん受けて、本当にみんな喜んで期待しております。はい、よかったです。よかった。はい、はい、そんなツベタンさんが今日はまたなぜこのコーナーに？はい、そうですね、はい、なんと私はあのサプライズ、はい、え、はい、あの少しありまして、そうなんですか？はい、新書、はい、あの持ってきました、はい、新書なんですけど、はい、ソフィア の、はい、あのサブ、カロのイベントの、はい、あのなんと、なんと、CEO から、おお、発音がすごい、はい、メッセージ、はい、いただきました。はい、ありがとうございます。はい、すごい、はい、今手元にあるんですか？そうです、ね、そちらです、ね、まだないまだないんですか？はい、まだあのまずはあのそうなんですけど、そうですね、まずミクさんの、はい、初演映画の、はい、22世紀グーの招待状と、はいはいはい、初演 の、 あのミクさんの、はい、舞台挨拶を、はい、お願いします。あ、そう、ええもう、はい、内容を伝えてくれ。はいはい、はい、そして日本代表するコスプレイヤーのお一人、はい、北野しおりさん、はいはい、のイベント当日の、はい、日本代表としてコスプレイベントに、はい、あの参加お願いします。本当ですか？すごい、はい、そういうすごい、さらっと伝えてます。なんか動揺が隠しきれない。突然さらっと重大発表したからびっくりしちゃいました。そうですね、この、 あの以上2つのことを強化するっていう、内容です。はい、そうなんですね。それを今日伝えに来てくださったと。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。やったね。すごい、なんかさらっと言われたから実感わかんないけど、すごい、そうだね、こうみたいな、あー、いいみたいな。ちなみになんですけど、はい、いつ開催なんですか？はい、今年の2019年の、はい、9月の、はい、14日、はい、土曜日と、はい、15日、日曜日です。あ、なるほど。はい、じゃあ、どこでやられるんですか、開催地で？はい、場所はですね、はい、ソフィア市の、はいはい、インターエクスポセンターっていう、はい、
あの場所なんですけど、はい、へえ、つべたさんの出身地ソフィアですもんね。そうです、うん、そうです、本当にそうです、はい、へえ、なん、なんというイベントですか、うん、イベントはですね、はい、アニベンチャーコミコン2019、はい、はい、という、あ、へえ、はい、アニベンチャーコミックコン2019、はい、なるほど、へえ、なんかコミックコン2019アニベンチャー、はい、こういうイベントにね、はい、参加させていただけるとか、ありがとうございます。すごい、しゅりちゃん日本代表だよ。あ、はい、なんかすごいさらっと言われちゃったけど結構あの責任重大よ、すごい、そうなんだとか言ってなかなか人生で日本代表になれることないよ。確かに確かに確かに。え、あのちなみにこれ どんなイベントなんですか。はい、イベントはですね、はい、本当にサブカルチャーで、あの、はい、要するにポップ日本の、うん、あの漫画アニメ日本の文化について、はい、もう本当にいけばなとかキリエとかも、あのコスプレとか もう本当にコスプレっていうようなイベントなので、はい、もう日本のすべてです。へ、はい、なんか東ヨーロッパで一番大きいそういうサブカルのイベントなんですよね。そうです、その通りです。何人ぐらい動員されるんでしたっけ。多分もしかしたら3万人以上。へえ、そんなになんだ、ね、すごい、はい、ちなみにさ、はい、どうやって行くの。おあの近場の国に行くのと違いますからね。これヨーロッパですからね。そうだよね、はい、結構なんか乗り継ぎ、はい、乗り継ぎもだし、しなきゃいけないの、あのそこまで遠距離だと飛行機めちゃくちゃかかっちゃうんじゃないですか、うん、韓国とか近場行くのとは違った金額が、ね、うんうん、まあそれはなんかこれからなんか番組のプロデューサーさんとか、はい、うちらの社長が考えてくれるんじゃないですか。そう、一言みたいな、ね、そうだね。そうしましょう。そう、深いことは考えずに頑張りましょう、うんうんうん、はい、で、あのまあ、あのちょっとね、ブルガリア語ね、はい、あの、はい、ブルガリア語をさ、はい、ね、どうしようと思って。何も知らないかな、うちの、うん、でも私ね、あの調べてきたの。調べてきた、あのそう、このコーナーあるから、はい、へえ、すごい。ちゃんとしっかりロールトゥブルガリアの役割を果たしてる。すごい。ではまず一つ目が、はい、あの鶴田さんぜひ聞いていただいて、はい、これ合ってるかどうか判定してくださいよ。はい、ドバルデン。ドバルデン、おー、ドバルデン完璧です。お、完璧。これはあのこんにちはです、はい、日本語で言う。へえ、昼間の挨拶ですか。そう、ドバルデン、ドバルデン、こんにちはです。こんにちは、はい、これ大事ですね。そう、向こう行ったら絶対使えると思う。そうそうそう、ドバルデン、はい、ドバルデン。本番の発音してもらってもいいですか。あ、ドバルデン、あ、おー、まあ、まあまあいい線いってた。いくちゃんの発音もいい線いってた。よかったよかったよかった。じゃあ次、はい、2つ目がどうぞ。ドブロウドロ、ドブロウドロ、はい、合ってる。合ってます。あ、ドブロウドロ、はい、おはようございます。はい、おはようございます。へー、もう一回いいですか、発音。はい、ドブロウトロ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 、おはようございます。おはよう。じゃあ朝の挨拶これで決定ですね。そう、ドブロウトロ、はい、ドバルデン、はい、なんかミクちゃんのブルガリア語講座みたいな。ミクちゃんとツバタンさんによる。で次3つ目が、はい、ドビジュダネ。どうですか、はい、完璧です。ドビジュダネはこれはさようなら、さようならと。へー、ドビジュダネ、はい、こう本番の発音してもらっていいですか、一回。ドビジュダネ。おお、あ、よかったよかった。すごいすごい、なんか調べた成果出てますよ。出てる出てる。じゃあ最後、最後が、はい、ブラゴダリ、ブラゴダリア。ほお、合ってます。合ってます。はい、これがありがとうございます。へえ、なんか基本的な挨拶。そう、挨拶とお礼。そう、あの、そう、そうです。ドバルデン、ブラゴダリア。そう、ブラゴダリア、そうです、完璧です。へ、はい、いやでもすごい盛り上がってるとこ申し訳ないんですけど、はい、多分この単語だけじゃ、うん、あのブルガリアでは生きていけないと思いますね。すごい言われた。挨拶だけじゃ、そう、どうしようもできない。まあ、いや、あの、でもやっぱさ、はい、ちょっとは覚えてた方がいいじゃない。ちょっとね、そう、うん、確かに、うんうん、確かに自発的に挨拶できるようになるのは大事なんですけど、そうそうそう、やっぱ現地でブルガリア語をしっかり話せる人が同行したり、あ、え、そうだ、そう、コーディネートしてもらわないと、はい、これは私たち行き倒れてしまうわけですよ。確かに、うん、そうです、異国の地で。そうなんですよ。で、私は本当にあの公式サポーターなので、リアルドライの公式サポーターなので、はい、あの当然、あの、え、いいですか。はい、じゃあ、え、はい、来てくれるんですか、コーディネーター。本当本当です。していただけますか。はい、やった、やった、心強い。失敗
敗しないでください。あ、やった任せてください。すごい、みくちゃんのあのブルガリア語だけでちょっと心配だったんで、めちゃくちゃ嬉しいです。大丈夫です、お手伝いします。ありがとうございます。私もやったやった、嬉しいな。めちゃくちゃ安心します。すごい嬉しい、やった。これね、めちゃくちゃ心強いですよね。うん、私たちだけで言ったら本当帰ってこれるかわからないじゃないですか。だからこうやっての現地であの暮らした人が助けてくれるって、めちゃくちゃありがたいことじゃないですか。うんうん、ソフィアだしね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。よろしくお願いします。いや、これで一安心ですよ。そうですね。とりあえずは。うんうん、とりあえずは一安心ですよ、はい、心強い味方が今ここに現れたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、ちょっと皆さんに改めて、ま、今日の時点での、ま、情報をちょっと整理してね、はい、お伝えさせていただこうかなと思います、はい。今年の、9月14日と15日に、はい、ソフィアで開催されるアニーベンチャー2019という、はい、東ヨーロッパですね、はい、最大級のサブカルチャーイベントに、はい、私が主演した映画22世紀グーアの、招待上映と舞台挨拶と、はい、あ、私はコス、うん、イベント内のコスプレコンテストに日本代表として出場することが決まりました。出場参加イエイ。おお日本代表ってね、なんかすごいスポーツ選手みたいで、なかなか生きてて日本代表になれることってないですからね。すごい、よかったね。一握りの人間だけですよ。そうだよね。へー、すごいすごい。あのとりあえずね、はい、あのまずちょっとね、混乱と戸惑いがちょっと隠せないんですけれども、へー、うん、でちなみにこれ東ヨーロッパって、東ヨーロッパ最大級じゃないですか、はい、東ヨーロッパって周りにどんな国があるんですか。そうですね、ブルガリアの隣は、はい、南にあのギリシャと接していて、はいはい、おー、はい、そういう国たちの中で一番大きいイベントなんですね。そうです、あとセルビア、あの 西には、セルビアとマケドニア、モンテネグロ、そうです、そこにはごめん適当な、で 北にはローマニア、すごい、で、はい、あの隣にあの東の南、はい、あのにはトルコと接してますので、もう、みんな遊びに来るんですよ。へー、じゃあそんな大イベントです。へー、すごい。トルコといえばあのケバブとか有名な国じゃないですか。あ、そうだね、確かに。ああいう国の人たちもみんな集まる大きいイベントってことなんですね。はい、へえ、すごい。つぶたんさんは何回行かれたことあるんでしたっけ。連続で5回ですね。連続で5回、はい、すごい。夏休みとかあのブルガリアに戻ってきたりすると、はい、もうたまたまアニベンチャーって、はい、あの、うんうん、本当に私もあの何回も何回も行って、もう半端ない優等生ですね。はい、もうとても嬉しいです。ちなみに何年ぶりですか。あ、もう行く、今回行くこと決まったじゃないですか、はい、何年ぶりですか。そうですね、去年も行きましたし、一昨年も行きましたので、すごい、今年で5回目連続。へえ、そんななんか大きいイベントに参加させてもらえるってすごいありがたいですよね。はい、ちなみになんですけど、あのブルガリア語でありがとうございますみたいな言い方、はい、でなんていうか教えてもらっていいですか。はい、はい、ノゴボグダリム、ノゴブラゴダリム、はい、あ、これで、あれ、とてもとても本当にあれ、感謝の気持ちが伝えられる言葉なんです。そうですね、私たちとてもありがとうございます、どうもありがとうございますみたいな、あ、はい、へー、じゃあこれ言うとムノゴブラゴダリム、はい、これ覚えるのマストじゃないですか。すごい、ムノゴブラゴダリム、はい、お、完璧です、完璧です。え、じゃあもう一回ちゃんと揃えてみましょうよ、うん、せーの、ムノゴブラゴダリム、合ってます、素晴らしい、完璧です、よかった、完璧です、完璧までいってました、よかったよかった、完璧、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます。ちなみに、うん、あのつべたさんのこの衣装もブルガリアの民族衣装、あ、そうですね、確かに、これはブルガリアの民族衣装と、あ、はい、あと、あ、こちら、はい、わかりますか、こちらの、はい、なんと、はい、招待状なんですよ。あ、これそうなんですね、これから招待、はい、そうなんですね、あの、あ、すごいかっこいい、アニベンチャーのからいただいた、はい、招待状なんですけど、はい、こちらを開くとですね、ちゃんとアニベンチャーコミコンって書いてあるんですね。そうですね、アニベンチャーコミコンから、はい、でここちょっとメッセージ読んでいただいてもいいですか。読んでいただけますか、うん、はい、あ、私、いいですか、ありがとうございます。あのウェルカムメッセージで、はい、Hello, as chairwoman of Nakama, organizers of the
Festival Anniversary Comic Con 2019, I would like to extend my invitation to you to be our special guest、はい、from Japan.、はい、We are happy to welcome and screen the premiere for the first time in the world of the movie、22nd, Seiki Gua. And of course, and of course、はい、Sato Miku-san and Kitano Shiori-san.、うん、so to participate in the event as special guests and representing Japan.So we look forward、to welcoming you to Aniventure Comic Con 2019 and working together. Best wishes for an enjoyable and memorable festival. Ani Ivanova, Chairwoman Nakama. なんか一気に外国の言葉と喋られたから全然内容を理解するの大変だった。これ要約するとはいどういう感じですか、ね、要するにはい、要するにはい特別ゲストで日本代表っていう、はい、あっていうことが書いてある書いてありますで、もうあと22世紀ゴアっていう、はい、あのブルガリアで世界初上映すごいそういうもう確定です。すごいありがとうございます、はい、そんななんか重要な役目を果たして今日ここに来てくれたわけですね。そうです、それがサプライズでした。ありがとうございます。じゃあ最後またブルガリア語で最後の、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます、はい、せーの、ムナゴブラゴダリム。はい、では今回のゲストそして、はい、番組公式サポーターのスベタンネンゴさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。以上ロード2ブルガリアのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました、はい、ちょっとね、興奮冷めやらない冷めやらないですよ。ね、しおりちゃんは日本代表のコスプレイヤーとしてね、はい、参加するということで、私は、ね、はい、作品の、まあ、代表として行かせていただくということで、はい、ね、現実味のない言葉がたくさん並んでてそうだよね、まだふわふわしてますね、うん、なんか私もめちゃくちゃへーみたいな反応薄くなっちゃったんですけど、まだあの理解しきれてないって感じです。うん、ではですね、はい、皆さん本当にね、あの結構短いスパンでもうブルガリアに、はい、いやでもこのロードトゥブルガリアのこの道が開けてるってことはすごい、番組の企画としてはめちゃくちゃいい、めちゃ早いし、いい波乗ってる、ですよ、ね、いい波乗ってる、いい波乗ってる本当に、なのであの、はい、2人ね、あのともとも頑張ってまいりますので、頑張りましょう、はい、頑張ります。ではですね、皆様今回の北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか、はい、ではですね、まあ、ちょっとまだ興奮はためらないんですけれども、はいはい、ではそれではですね、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。今回も皆さんありがとうございました。